しゃぶどいドッカーン。どうも、ランランの大国うられにございます。ランランの桃です。よろしくどうぞ。今日はなんかちょっとムーディーな感じで、はい、というのも今日はクリスマスデートコーディネート、イエーイ。さあ、ちょっとね、あのクリスマスということで、はい、あのちょっとクリスマスのデートにもし行くならこれで男の子を脳殺しちゃおうかなというコーディネートを着てみました。もしな。もしもの話です。今のところご予定はございません。かけるライブですね、私たちは。あの、ビスケットブラザーズさん MC のかけるライブが入っておりますので。なんか、空いてると思って入れてないって感じが。メンバーもね、ちょっと、あの、男臭い人が。あの、丸亀ジャンゴさん。放課後ボーイズ。もうこれ以上言わなくて、これ以上しんどいな、お腹いっぱいですもん。私らも入れよう思ったら入れられんねんから、なんかデート頑張ったらねじ込んでねじ込んでお金渡して頼んだらいけんねやから、いけんねやから、うん。今日はですね、うん、クリスマスにデートするならのコーディネートなんですけれども、うん、はい、一人ずつじゃあちょっとこう解説していきましょうか。そうですね、はい、じゃあ私なんですけれども、はい、はい、これはもうあのクリスマスというか、うん、あの男とご飯に行くときは必ずこれですこれもう絶対これセット、もうこれ全部セット、全部セット。確かに男にモテそうやな。けど、うん、もう男性やっぱりこの提灯スリーブ、うん、パフスリーブは大好きですから、うん、それ欲しい、かわいいですやろ、うん、これはもうとりあえず着といたらいけるから。なるほどな。これスライなんですけど、うん、あとはこのプリーツスカートね、とりあえずもう膝丈のスカート、うん、着とったらいけるからこれ、ね、このスカートと、あとあのもうこの、 あの一番ポイントがありまして、これはあのこのキャスケット、これこれな、これね、もうこれかぶったと何でもいけるから。マジでその終わりはチョメックスやん。チョメそうやろ。違う違う、そうやん、もうこれ、いや、その1回目かは分からない。お金払って入るあのちょっとエッチなホテルやん、ゴール末がほならラブホやん。もうラブホって言ったんや。一応ね、子供も似てるかなと思って。ラブホっていうのがあるんだよ。言うな、大丈夫やろうけど、モモラのチャンネルなんか。そう、だからもうこのキャスケットはもうこの陰謀ですよ。水戸黄門でいう陰謀と一緒。これが目に入らぬかってもうハハーってなる。男性全員がキャスケットだ、キャスケット頭を下げろってなるか。ちなみにコンパでも絶対被っていきます、これは。脱げ、やだ、脱げ、やめてよ、陰謀なんやで。こんなんやってええと思うか。これも、うん、あの今はこれ、かわいい、ほんまは私はコーディネート的にはこっちをつけたいんですよ、うん、こっち、うん、ちょっと変形してるやつ、うん、でもそんなん男には関係ないからこれです。そのなんかもう、 もうどうでもええねん、そのおしゃれなんか。ってこと、ってこと。真ん中がじゃないねん。そこまで言ってへんわ。はい、だからね、私はこれでいきたいと思います。さあ、ももちゃんは。いや、私はもうこれはもう2年に3年付き合った彼と美味しいご飯に行く、うん、あ、もうそのカレーピッピと一緒にデートに行くという、カレーピッピとご飯に行く、だからいつものあの感じじゃなくて。確かにももちゃんいつもこうストリート系の感じしてるもんね、はい、今回はちょっとこうあえて全部ピチッとしました。だからディナーショーでしょうか。だからジャズシンガー歌わんねん。ラップ持ってありましたけれども。そうなんですけど。何ですかあれは。いや、まあ嬉しくなったら音鳴らしちゃうねみたいな。いやいや、ちょっと照れ隠しで小ボケ入れとこうかな。 いらんよ、吹いちゃうんだよね。音出ちゃうんだ。そこデートぐらいは置いてきてよ。別にいらんって。ラッパ吹きの少女です。私は少女でもないやろ。でそう、でもまあほんまにもう見ての通りで、まあ、金と黒でまとめて、うん、でちょっとこうキラキラとした感じと、うん、いいやん。なんかこのここをこう首をなんかギュンギュンにね、とっくりにすることによって、とっくりってタートルネックね、タートルネックね、タートルネックにすることでなんかちょっとこうカチッとした大人な、確かにちょっとなんか大人なディナーの雰囲気があって、はい、雰囲気ちょっとギャップがあるんじゃない。そうそう、あ、ちょっとさあ、うん、まあちょっと今日はももちゃんのギャップも見ていただけたんじゃないでしょうか。はい、さあもうね、デート困ってる人は、うん、キャスケットさえかぶっといたら大丈夫なんで、これで。そんなことない、マネしてかぶってください、これかぶこうてよ。うわ、何回も綺麗にセッティングしてんのも見た上でって。だから島流し合うで。あんな陰謀こんなことしたらどうすんの。
印籠とかこう分からへんし、またもう画像とか探さなあかんやん。どうかな、いい感じですよね、はい、結構私はもう、でもこれにエロスがあると私は思ってるから、うん、このこうこのカチッとした感じにエロスがある、うん、しかも普段のももちゃん知ってたら余計にちょっとおっ、ももさすが。さあ、じゃあ参考になったんではないでしょうか、はい、では次の動画までごきげんよう。メリークリスマス。メリークリスマス。ほっほっほー。